ヌマンシアは、スペイン海軍のミサイルフリゲート、サンタマリア級フリゲートの3番艦。艦名は、ヌマンシアに由来する。ヌマンシアは、バサンフェロル造船所で1986年1月8日に、寄港し、1987年1月29日に、浸水、1989年11月17日に、収益した。2000年9月25日に、 アメリカ海軍の給油艦、ルロイ・グラマンと衝突事故を起こした。2009年に欧州連合主導によるソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦に機関として参加する。同年4月、イタリア客船が海賊と交戦主撃対する事件が発生し、その後、フランスとセーシェルの哨戒機、インド海軍の艦艇と合同で海賊を追跡し、 現場付近に2隻の小型ボートを発見し、9人全員を拘束した。2013年3月22日に母港ロタ海軍基地を出港し、4月6日にジブチに寄港し、アタランタ作戦に2度目の参加をする。2009年4月26日、18時48分配信 CNN.co.jp イタリア客船を襲撃したとみられる。ソマリア海賊を拘束。 セーシェル・オキア・フップブ・ニュース2009年4月28日付、ハット・スパニッシュ・ウォーシップ・エスプス・ニューマー、スターツ・ハー・セカンド・デプロイメント・ウィズ・ザ・イ・ユー・ネーバル、ホース、ありがとうございます。